ベレスサルスフィールドは、アルゼンチンの首都ブエノスアイレス特別区の西部にある、地区である。コムーナ10に属しており、人口は36,056人である。セグローラ通り、フワンアグスティンガルシア通り、ロペデベガ通り、フワンビーフスト通り、コーロ通り、メディーナ通り、フワンバーティスタアルベルティ通り、マリアーノ・アコスタ通りに囲まれた区域である。現在は、 中流階級の住民が多い地区であり、大部分は低層住宅であるが、小規模な工場や倉庫も存在する。サッカークラブの CA、ベレスサルスフィエリドのホームスタジアムであるエスタディオホセアマルフィターには、近隣のリニエルス地区にあり、ベレスサルスフィエリド地区にはない。19世紀にアルゼンチンの民法を起草し、 ラテン語の詩をスペイン語に翻訳したダルマ詩をベレスサルスフィエルドが地区名の由来である。典型的な低層住宅地域であり、多くの地域と同様に20世紀初めに都市化が進んだ。20世紀初頭に付設されたマルドナード下水港はベレスサルスフィエルド地区も通っており、フアンビーフスト通りなどの主要な通りは下水港の上を走っている。 フローレスやベルグラーノが形成される前は、マルドナード下水港が、ブエノスアイレス地域の境界線の一つになっていたが、現在は、フローレス地区やベルグラーノ地区は、ブエノスアイレス特別区に組み込まれている。ありがとうございます。